国土交通省では職員を今現地に派遣をしているこういうふうに言っております。しっかり調査をして安全確保のためにこれ全力を尽くしてそのために今努力をしているこういうことになります。1月16日水曜日、時刻は19時を回りました。東京 FM タイムライン、こんばんは、杉隆です。東京 FM 今井博美です。ニュースプログラムタイムライン、今夜は自由報道協会理事長でメディアカンパニーノーボーダー代表取締役の上杉隆さんとこの後19時54分までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、上杉さん、はい、っていうのも変です。今日はちょっとおめかしされてませんか。あれいつもじゃなかったでしたっけ。いやまあ確かにね、先週ちょっとね、あの上杉さんがファッションブランドを立ち上げたという発言にツイッター上でもアパレル会社ですか、立ち上げたというか昔作ったんです。すぐ潰れましたてか人に譲っちゃいましたけど、ツイッター上でも反響があったんですけども、今日もね、素敵なファッションでいらっしゃいますけれども、今日はねもうテーブルにも広げてます。はい、ファッション誌、うん、そして今ちょっとスタジオの向こう側にも見えてますが、そのファッション誌の、編集長まで呼んで、今日はちょっと1時間ファッションについてしっくり語ってみようかと。まあ、1時間全体ではないですけどもね。で、まあ、語る、ね、立場からしてもちょっときちんと、うん、格好を決めた方がいいんじゃないかと思って、はい、決めてきたんですよ。それはスウェード時のジャケットなんですかね。あのこれなんかスウェードっていうかあったかいもので、はい、で黒のねタートルネック、とジーンズと、はい、コートと、はい、まあ言っても分かんない感じですけどもね。ラジオ難しいですよね、はい、こういうところで。ですから今日はそのファッションもそうですけれども、あとは芥川賞直木賞の発表もありますし、そうですね、まあ航空機に関するトラブルもありまして、今日はね、いろいろ、はい、話がそうなんですね、盛りだくさんのニュース、まあ、いつものように、たくさん入ってきていますが、あなたにとって大切なニュースとは何だったのでしょうか。1月16日のタイムラインです。8時45分ごろ、山口宇部空港から羽田空港に向かっていた全日空機のボーイング787が機内から煙が出たため、香川県の高松空港に緊急着陸しました。操縦室の計器がバッテリーの不具合を示し、この際パイロットも異臭を感じたということです。乗員乗客合わせて137人は緊急脱出用のシューターなどで脱出し、乗客1人が腰の痛みを訴えて病院へ搬送されたほか、乗客数人が擦り傷などの軽い怪我をしました。今回のトラブルについて国土交通省は、事故につながりかねない重大インシデントと認定し、運輸安全委員会が航空事故調査官5人を現地に派遣することを決めました。一方、全日空は伊藤慎一郎社長が、ご迷惑とご心配をおかけし心からお詫びしますと太田国土交通大臣に陳謝しました。全日空と日本航空はそれぞれが保有する787型機のすべての運航を当面の間中止することを明らかにしました。まあ不幸中の幸いというか、本当に大きな事故になる前にこのように分かって、まあ良かったというものの、やはりこの航空機新しい方もそうですが、航空機事故というのは一つ起これば非常に大きな事故になるということで、このような形での事前のチェックというのをもっときちんとやっていただきたいなと思います。10時過ぎ、厚生労働省は生活保護の支給水準の検証結果を公表しました。社会保障審議会の部会がまとめた報告書は、現在の支給基準額と所得が低い人の一般的な生活費を比べ、夫婦と子供2人の家庭では支給額が生活費を 14% 余り上回っていると指摘しました。この報告書を受けて田村厚生労働大臣は、全体として引き下げることになると明言し、厚生労働省は2013年度から生活保護の支給水準を引き下げる方向で与党と本格的な調整を始めました。財務省は政権交代に伴って各省庁が提出し直した2013年度一般会計予算の概算要求の総額が97兆8799億円になったことを明らかにしました。これは民主党政権だった去年9月にまとめた要求を変更したもので1209億円減っています。省庁別で見たところ、去年9月の時点から602億円増えた防衛省以外は前回と同じか減っています。
16時10分過ぎ、安倍総理が ASEAN 東南アジア諸国連合に加盟する3カ国への歴訪のうち最初の訪問国となるベトナムに到着しました。内閣発足後初めての外遊で、安倍総理は出発前、今回の歴訪について安倍内閣の戦略的外交の皮切りにしたい、 ASEAN との関係を強化することで日本の成長につなげたいと語りました。安倍総理はグエン・タンズン首相と首脳会談を行い、投資の促進やインフラ整備など経済連携の強化を確認します。第二次安倍政権発足してまだ国会は、始まっていないんですが、事実上、このような形で外交というのを始めたということですが、安倍総理、自らが、その手によってやろうとする政策は、まさにこの外交と教育、そういう意味では一つ、この、東南アジアの歴訪というのは今後のですね、安倍政権の試金石になるのではないかと思います。はい、今井さんに今日1月16日のタイムラインを伝えてもらいましたが、はい、そしてですね、今ニュースが入ってまいりました。はい、ロイター通信が16日に伝えたところによりますと、アフリカ北部のアルジェリアで日本人5人とフランス人1人がイスラム反政府勢力に拘束されました。地元外交筋の情報によりますと、アルジェリア南部で日本人5人とフランス人1人がイスラム反政府勢力に拘束されました。6人は現地の石油関連施設の関係者で、現地時間の16日の朝拉致されたということです。一方、アルジェリアにある日本大使館の当局者は、アルジェリアで日本人数人が拘束されたという情報があり確認中だと述べて、情報収集に着手しています。はい、そのニュース先ほどツイッターあるいはフェイスブックでも、バッと、タイムラインに流れているニュースですが、はい、非常に、政情不安定、治安も不安定な中、非常に心配ですね。はい、そして心配と言いますとね、こちらのニュースも心配された方多いんではないでしょうか。今朝全日空のボーイング787の機内で煙が発生して高松空港に緊急着陸しました。ボーイング787をめぐっては日本やアメリカで燃料漏れなどのトラブルが相次いでおりますけれども、この最新鋭のハイテク旅客機に何が起きているんでしょうか。とかく科学技術というと、まあ、信頼の上に立っているものではありますが、まあ、この飛行機事故というのは先ほども言ったように一つの、失敗、事故が大きな、被害、犠牲を呼ぶということで、そうですね、本当にチェックをしていただきたいと。とはいえ、まあ、私もこの787おそらく乗ったと思うんですが、あ、そうですか。あんまり記憶にないんですね。はい、ただ最新型って言ってるんで、今787が最新型なんで乗ったと思いますが、一般の人間には分かりませんからね、何が安全かどうか、うん、こういうところはある意味、委ねられてしまうということが、まあ、必然となってしまうんですが、まあ、思い返せば原発事故、考えるとですね、単純に委ねてそして全てを任せればいいのかということを、この飛行機事故、今回の、まあ、事故というかトラブルでも改めて思うわけです。そこで今夜ピックアップするのは、相次ぐトラブル、最新鋭旅客機でなぜ。この時間はですね、航空ジャーナリストでボーイング787丸ごと解説の著者でもある秋元俊二さんと電話がつながっています。秋元さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。秋元さんはこのボーイング787の開発段階から取材されていると聞いております。はい、相次いでおるトラブルについてですね、いろいろ伺っていきたいんですが、まず今回の件なんですけども、はい、操縦室内に煙が出ているのが確認されて、操縦室の機器がバッテリーの不具合を示したということなんですけども、はい、どういうことが考えられるんでしょうか。やはり電気系統ですね、今日の、事故に限っては。はい、ただ問題なのはこのところトラブルが相次いでるんですよ。でその一つ一つがみんな同じ機種の同じ場所っていうんじゃなくて、いろいろそのトラブルの箇所が違ってて、そうですね、トラブルがいろいろ出てきてるっていうのが実は問題なんですね。はい、一箇所同じとこばっかり壊れてるんだったら、そこを徹底調査して直す、あるいは取り替えれば済むことなんですけども、一つ不具合があってそこ直してもう問題ないっていうアナウンスを信じてですね、また飛ぶと今度は別のところに不具合が出てくる。でそれはね、もしかしたらもう設計そのものに問題があるんじゃないかって疑われてもしょうがない段階に来てるんですね。
はい、あの今回の場合その秋元さんは電気系統の不具合じゃないかというお見立てですけれども、はい、これまでのトラブルを見てみますとバッテリーからの出火であったり燃料漏れということで、まあ、確かにいろんなとこからのトラブルということなんですけども、これ全て関連しているというものではないんですか。はい、例えば燃料漏れっていうのは、はい、あのオイルのタンクって主翼に入ってて、そこのタンクのジョイント部分が閉まってた、開いちゃったっていうので、それはねあまり関係ないです。なるほど。電気系統とは。はい、じゃあそうすると本当にいろんなところでトラブルがあるというのが問題だということだということなんですけども、はい、ただ今日のトラブルはですね、飛行中なんですよ。はい、で山口宇部から羽田に向かう日本列島上空を飛んでる時だったから、まだ近くの空港に降りられたんですね。でそれが今この飛行機はどんどん国際線に出てますんで、太平洋の上空ど真ん中で同じことがあったらどうなんだろうって考えると、はい、これはですねもう徹底的に究明して、あの飛ばすのをやめて究明しないとですね、うん、大事故につながりかねませんね。そうすると全日空も日本航空もこの787当面運航を使用するのをやめるということを明らかにしてますけど、これはやむを得ないと。はい、それはもう当然です。当然だということですね。ただその一度やめて、はい大丈夫ですって 2,3 日で飛ばすっていうのは、ね、やめた方がいいですね。なるほど。あの徹底的、はい、はい、あの先ほども言いましたけども、その秋元さんはその開発段階からこの787取材されてるということですけども、はい、787って非常にこう最新鋭のハイテク技術が詰まった旅客機だというイメージあるんですけども、はい、なぜそれなのにトラブルが相次ぐんでしょうかね。はい、今までの787の前までの飛行機とこの787って全然違うもんなんですね。あ、全然違う。お客さんを乗せて運ぶ機械っていうのは、経験工学っていうんですけども、ずっと30年も40年も安全を積み重ねてきた上に成り立っているものっていうのはあまり変えたがらないんですよ、本来は。はい、で、今までの技術の延長線上で少しずつ改良して進化させていくっていう機械なんですね。うん、でそれから考えるとボーイング787っていうのは今までの旅客機とは全く違うことをやったチャレンジなんですよ。はい、今まで金属でできてた旅客機が簡単に言うとプラスチックの旅客機に変わったんですね。非常に軽量化されたと言われてますよね。はい、カーボンファイバーの複合材を全面的に使ってですね、で軽くて丈夫になったんですけども、軽くなって燃費が良くなった。ただそのボディだけを軽くするってわけじゃなくて、はい、ボディも軽くしたんだから各部品のここはまだ重いんで、あと何グラム減らせとかですね、何十パーセントコンパクトにしろって全部部品にも通達が来たんですね。うん、で、実はこの飛行機っていうのは今までコックピットで操縦すると油圧系統で指令が出て、つまりメカ的に主翼とか尾翼とかを動かしたんですけども、この飛行機って電気的に動かす飛行機に変えたんですね。はい、そうすると電気を使う量が今までの飛行機より増えてるんですよ。はい、でもその電気のそのシステムの部分もやっぱりコンパクト化っていう指令が出てまして、でその今までよりも電気をたくさん使うのにさらにコンパクトにしなくちゃいけないとかですね、うん、もしかしたらその辺で無理が出てる可能性があるんですね。なるほど。はい、全くこれまでと違う旅客機だという見方ができるということでしたけども、はい、その点もあってかその新機種にありがちな初期不良だという見方もいろいろあるようですけども、その点についていかがなんでしょうかね。はい、実はですね飛行機に初期不良を認めちゃいけないんですね。初期不良っても例えばそのスイッチ入れたけど作動するまでちょっと1秒かかったとか、うん、そんなの初期不良でもいいんですけども、オイルが漏れた火が出たっていうのは初期不良のレベルじゃないですよ。そうですよね。はい、これはもう事故として扱わなくちゃいけないですね。秋元さん、タイムラインの上杉ですが、よろしくお願いします。お願いします。今初期不良ないとおっしゃいましたけど、はい、確かに飛行機リコールとかいうわけにいかないですよね、車と。そうなんですよ、そうなんです。今回もこれ、まあそうは言っても非常に出回ってるボーイング787、これ作った側のボーイング社っていうのはどういう反応というか、はい、今現在のところで対応されてるんでしょうかね。今僕が見る限りまだ守りに入っちゃってですね、もっときちっとその自分たちが指導になって停止やめて点検しましょうっていうぐらいじゃなくていけないのに、うん、その安全上問題ないからって発言が出てくるんですね。
なるほど。守りそれはね、根拠ないことですよ。ここまで事故が起きてるのに、うん、守りないというか、もう逃げに入ってるって感じですか、それは。逃げっていうよりもまだ認めたくないんでしょうね。でもちろんそのまだトラブルが起きてすぐの段階で原因究明してその結論が出るのがこれからなんで何とも言えないんですけども、これだけのことがあってなおかつ問題ないから飛ばしても大丈夫って言いながら使ってるんですね、うん、でそれはなんかじゃあ本当の事故がないとやめないのかって逆に怖くなりますんで、本当そうですね、今やっぱり全部地上に下ろして総点検して悪いとかどこが悪かったってちゃんと情報でオープンしなくちゃダメですね、うん、日本は全日空それから日本航空ともにこの今の787型機の運航は当面中止になってますが、はい、他の国はどういうような対応されてるんですか、まだですね、日本がロッチカスタマーって最初に受け取ったのが日本なんで、それほどは出回ってないんですね。なるほど。で、例えばユナイテッド航空なんかはやっぱりトラブルがあるとトラブルを報告してます。ただそれをまだオープンにはしてなかったんですよ。JAL がどういうふうにトラブルあったかっていうと、実は12月にもアメリカであったんだっていう情報がポロポロ出てくる段階なんですね、うん、で小さいんだったら初期不良であんまりアナウンスしないっていいんですけども、ここはもうみんな何月に何があった、その次は何があったってもう一回ちゃんと全てオープンにして、それをもうメーカーもそれから国交省もアメリカの航空局も全部含めて調査に当たらないとですね。なるほど、はい、これですからもう本当に徹底的に情報をオープンにした上で調査を徹底的に行うべきだということですね、はい、そうですね、はい、秋元さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました。航空ジャーナリストの秋元俊二さんにお話を伺いましたが、宇杉さんいかがでしょうか。そうですね、秋元さんの言葉にあった初期不良というのはありえないんだと、まさにそうですよね。飛行機では本当に太平洋上空を仮に飛行中だったら、そのトラブルでは済まないということを考えると、やはりこれは、国とか行政とか日本の航空会社の対応というのは、まあ、できることをやったと思うんですが、問題はやはりボーイング作ったこの会社がもう少し真摯にこの現実を直視して対応してもらいたいなというふうに思いますね。やっぱりこの航空機の問題でも情報をオープンにすることが大切だとですね、ということでしたね。この時間は相次ぐトラブル最新鋭旅客機でなぜをピックアップしました。で出版物のデータを調査している出版科学研究所によりますと、去年1月から10月までの書籍雑誌の推定売上高は1兆4578億円、これは震災で売上を落とした2011年と比べて 3.2% も減少しているんですね。このうち雑誌は 3.9% の下落となって1兆円台を割り込んでいます。ネットの台頭によって若者が雑誌を読まなくなっていると言われていますが、まあ、その中で30代から40代の男性向けファッション誌が好調だという分析もあります。それはですね、1月7日付の日経流通新聞なんですが、こちらの記事では雑誌市場の縮小が進む中、30代から40代の男性向けファッション誌が好調で、推定発行部数は前年を2割強上回る380万部前後になったとみられると書かれています。現在の30代から40代はですね、ちょうど私も上杉さんもね、そうですけれども、10代20代の頃には日常的に雑誌で情報を得ていた世代です。今の10代20代と比べますと雑誌が身近であったとも言えるかもしれません。しかし日経流通新聞の分析のように、男性向けファッション誌が出版不況でも好調と言い切れるんでしょうかね。そうですね、まあ、日経流通新聞のこの記事なんですが、前年度比なんですけど、前年度比2011年なんで、震災があったんで、そんなに上がったのかなという印象が実はこのデータも見てるとあるんですけど、まあ、このファッション雑誌っていうのはでもそうは言っても買うんですよね、若いと。ウスケスの場合はね、登場もされてますからね。登場しました、ちょっと今日来ていただいてる編集長の雑誌で、表紙にもちらっと、載っけさせてもらってですね、何が良かったかというと、表紙に載ったということより隣がですね、矢沢永吉さんだったという、もう本当に、一生の思い出で、もういいです喋りなくて。思い出ですか、いえいえ、話ですね、進めていきましょうよ、これからね。あれなんですね、ファッション誌というと私が高校時代メンズ、つまり男性ファッション誌の創刊だったんです、はい、メンズノンノと、うん、でそれまではね、
女性のファッション誌を見ながら参考にしてたんですよ、ボーダーのシャツとか、はい、でちょうど高校の時に、まあ、高校渋谷だったんですけど、あの丸井のヤング缶とかできたり、ブランドのブームが始まって、そしてメンズロンドでいうと阿部寛さんとかボビー大倉さんとか、マークパンサーさんとかがモデルで、はい、まあ、みんなその同じような格好をしてたというのを懐かしく思うわけですが、まあ、いつの時代も若者の教科書だったというのがそのファッション誌ということを考えた場合、まあ、いろんなメディアができてきて、その雑誌市場そのものは縮小してるんですが、そのようなニーズというのは決して変わっていないんじゃないかとも、思いますが、果たしてそのあたりはどうなのか、そこで今夜タイムライン、タイムラインがフォローするのは、縮小する雑誌市場、浮上する鍵を握る男性向けファッション誌の現状。38歳、忙しくてなかなか読めないから読んでません。35歳、オーシャンズ、セカンドなどを読んでいます。ネットより一番信用性がある。36歳です。ファッション誌を読んでない理由としては、あまり休みがないから、まあ、洋服を買う、着る機会が少ないというところです。40代男性です。メンズクラブを読んでます。自分の世代に見合ったファッションの情報が載ってるからです。月に平均に3冊で、年末年始は7、8冊買いましたね。ネットで見てるとですね、文字とかやっぱりちっちゃかったりとかですね、情報が分かりづらいんですけど、服とかあのインテリアなんかはやっぱり大きめのもので、ちゃんとその空間的なものをですね認識してみた方が分かりやすいからです。月に平均 2,3 冊、年末年始は7冊、8冊買いますという方もね、いらっしゃいましたけれども、ねえ、では逆に雑誌の現場ではどんな戦略を立てているんでしょうか。スタジオには現当社ゲーテの編集長立野春彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いろんな意味でいろいろお世話になっております。とんでもないです。働いてますね、岩杉さん。え、いつも酒場でしか会わないから。そうなんですね。この出演も実はお食事をしながら、はい、立野編集長に急遽頼んだというですね、強引な。いや、とんでもないです。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。もう生放送で来ていただいて用事もあるのに入れずらしていただいたということでね、はい、今あの街の声流れましたけど、率直にあの聞いてどうですか、感想は。弱気になっててはいけないんですけど、出版不況と言われてだいぶ久しいんですけれども、うん、やったぜ、いけてるぜと思ってる出版人編集者はただの一人もいないと思いますね。だから今みたいな声を聞くとちょっとほっとしますが、安心できない、油断できないなという感じじゃないですかね。日経 MJ ですか。はいはい、拝見しました。ちょっと、前年度比より上がったとなってますが、私自身は先ほど言ったようにあんまり印象はないんですが、編集長としてはどうですか、立野さんとしては。そうですね、今この記事に出てるのはオーシャンズさんとか、ウォーモさんとかなんですけど、これは今回の企画がですね、この街角スナップってよくありますよね、うん、はい、それこそメンズクラブも昔からあったんですよ。街角でおしゃれな人を撮ってきて写真を載せるという、これはレオンさんとかいろんなところの雑誌もやってるんですけど、はい、この企画は鉄板で受けるんですよね。あ、受けるんですか。今手元にオーシャンズ、私実はオーシャンズ初めて見たんですが、これ全編、まあ、読者モデルじゃないですか、一般の街角の方を撮ってる、で、これで構成されてるんですよね。そうです。これびっくりしたんですけど、これが普通売れるんですか。この企画は売れるんですね。はあ、だから女性誌なんかでもそのありますし、さっき言ったようにメンズクラブも昔からやってるんですけれども、これが最近の売れ筋ですね。おそらくこの号のいい時でインタビューをしてもらったんで、日経の記事はとても華やかなものになったんだと思いますけどね。もちろんそれは真実だし、いいことなんですけど。なるほど。立野さんの、まあ、ゲーテ、はいはい、それとは全く正反対の作りですよね。いわゆるセレブ系がバーッと出て、あと同時に僕の雑誌はその仕事を通じて人生に立ち向かうというような男のライフスタイルマガジンみたいなことを歌ってますので、仕事を背骨にしながらファッションだとか旅だとか、家だとかレストランだとかっていう風になってるんですよね。単純なファッションでなくて、仕事っていう軸を通して そこに派生されるいろんな分野、はい、フィールドをそういうことです、絡ませてっていう、はい、そういう風に見ると、あ、なるほどと今初めて知りました。そうか、仕事、あ、でもタイトルが仕事が楽しければ人生も、そう、キャッチフレーズはそれなんですね。そりゃそうですよね、はい、とはいえでもこの、まあ、男性誌って、私が高校時代の時は、はい、まあ、中学の時はメンズクラブしかなかったんですが、うんうん、はい、それから、メンズロンドンから始まって、うん、今はこうやって増えてますけど、はい、これなんか女性誌と比べるとまだ数は少ないですよね、当然ながら。もう全然少ないですね。その例えば差別化とか、その戦略的にはどういうことを、まあ、注意してるんでしょうか。
女性誌というのは僕らの業界でいうように、ね、いっぱいあの耕された畑があるっていう言い方をするんですよ、うん、ですからティーン誌もあれば二十歳の前後の雑誌もあるし25歳は晩餐館があるし30歳はウォッチがあったりいろいろあったりうちで言えば神社という雑誌がありますし、ね、だから5歳刻みぐらいでずっと女性誌は需要があり畑があるんですね。5歳刻み、はい、で今はもうどん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 上に上がってますから、広がってるわけですよね、それに鑑みて男性誌はいわゆるティーン誌ストリート雑誌というのはちょっとあるんですけど、あとはこういうオーシャンズでも 37.7 歳とかあの、結構少し上なんですよね、でそれはまあ元々が男性のその消費活動というのがすごくもう限られている、まあ全てにおいて限られている、あと特に最近は若い人物買わないじゃないですか、ご存知で買わないですね、これだけの不況だからとても大盤振る舞いなんかできないし、これはもう報道されてることですけど、あの旅行にも行かないし、車もあんまり買いたいと思わないし、なんかシェアしてるみんなで持つっていうのは、そういうことです、信じられないですよね。そうなってくるとあの男性誌というのはやっぱりそこに合わせてたから、当然そんなにいきなりは規模が大きくなったりはちょっとしないんですよね。なるほど、でそういう意味ではまああの年齢層を狙って例えばゲーテはどのあたりっていうわけじゃないんですね。じゃあゲーテの場合はだから逆に言うと年齢で切らなかったんですね、結果的に30代40代50代の人も買ってくださっていて、ただいわゆる仕事を通じて人生を豊かにする、まあ、奥歯かみしめて努力をしたり、仲間と抱き合って喜んだり人に褒められてちょっと喜んだり、そういうような仕事を通じてのことなので、あの世代が広いんですよね。なるほど、はい、単純に言うと私自身もゲーテを別にお世辞言うわけじゃないけどゲーテは読むんですが、オーシャンズ読まなかったのは、ゲーテに例えば石原慎太郎さんのコラムとかですね、そうですね、その仕事上必要な読まなくちゃいけないものがたくさんあったんですよね、でそういう意味ではあの非常に単純にファッション誌と言えずに、むしろ例えばアメリカで言うとプレイボーイ昔の、あそこのような文化とか流行とか、あるいは政治も含めたものをなんか提供してるのかなっていう、ありがとうございます、まさにそうありたいなと思ってるんです、はい、だからあの僕もともと書籍 あのキャリアというかずっと書籍をやってきた人間で、今でも書籍作ってるんですけど、その中でこう考えていったのはいわゆる普通のファッション誌はとてもできないなと思ったり、もちろん車の雑誌もできませんので、何かと思って周囲を見渡したら上杉さんをはじめ仕事人がいっぱいいたので、その男の人たちの意見を取り上げたファッション誌でありグルメの雑誌であり旅の雑誌でありたいと思ったんですよ。だから今言っていただいたように石原慎太郎さんもずっと書いていただいてますし、村上龍さんとか坂本龍一さんとか、もう各界 の今終わってますけど中田秀俊さんとか、渡辺淳一さんとかいろんな方に、あの一線の方にこう執筆していただいたりしてるんですけども、そういう中であのゲーテが特徴的に面白いなと思ったのは、他の雑誌と比べてですけど、日本の雑誌では意外とその編集長っていうのは登場しないですよね、で実はアメリカの雑誌って編集長がその、まあ、いわゆる象徴的になっていて、ね、どんどん雑誌に出てくるっていうのが、編集長がまさに顔になってるんですけど、ゲーテは立野さんバンバン出てますよね。これなんか意図的にやってたんですか。いや、あのそれはよく見ていただくと分かるんですけど、いわゆるタイアップということで、広告主と一緒に作るページなんですよ、でそこで、まあ、広告代理店の方だとかあのクライアントの方だとかとご相談の上で、じゃあ立野ちょっと出てやろうよって話になった時に、あのなんで決して出たがりのつもりはないんですがそうなんです。あと他の雑誌で比較すると、まあ、レオン、これは一世を、まあ、ちょい悪オヤジで、そうですね、ジェロラモさんが出てきて、まあ、一時一世風靡しましたけど、このレオンとか、まあ、ゲーテとかオーシャンズの違いっていうのは何かな、内側から見て何か大きな違いってあるんですか。全部そのいわゆる背骨テーマが違うんですよね。でもレオンはよく聞くようにあのちょい悪で、女性にモテるためにはどうしたらいいかということなんですよね。言ってみればストレートに言えば恋人であったり愛人を意識してる雑誌で、オーシャンズというのはファミリーですから、家族でありあのお母さん奥さんということなんですよね、ウォームはもう少し若いです。ただサファリはセレブ系 あのタレントさんのファッションを真似しようということで、それぞれに実は微妙にテーマが違うんですね。テーマが違うと広告の展開とかも相当変わってきますよね。変わってきますね。その中では特徴的に何かゲーテとして意識していることとか、あるいは他の雑誌で特徴的なものってあるんですかね。ゲーテの場合はなので、自動車からそれからウイスキーとか飲料、あの高級シャンパンから かなり幅広いと思います。なるほど。ファッション誌の場合はもうそれこそその世代別になりますね、
ですから有名なラグジュアリーブランドの若いラインなのか、うん、結構世代が上のラインなのか、ブランドでもだいぶ違うってことなんですよね、うん、なるほどね、うん、これ例えばレオンとかではなんか特徴的に工夫してるっていうか、そういうのもあるんですかね。レオンがすごいのは、いわゆる広告主さんのいわゆるこうリクエストがあるんですけど、それを一旦こう外しておいて、うん、モテるためにはこういうふうに着たらいいよという、もう新しいレオンの法則を作ったところじゃないですかね。おー、なるほど、はい、まあ、それにいろいろ工夫があるんですが、そういっても雑誌業界、非常に苦しいのは変わらないんですが、そうですね、この雑誌業界、これから何か浮上するような鍵となるようなものはあるんでしょうか。はいはい、2月の24日発売号で僕らの雑誌も7周年なんですけど、うん、7年前と比べていても、もう雑誌の雰囲気環境は全く変わってしまったんですね、うん、僕もよく見てましたけれども、エスクワイアとか、はい、月刊プレイボーイとか、ブリオとか、うん、いい雑誌がどんどん廃刊になってるんですよ。だから今後もし生き残っていくとすれば、僕が思うのは、うん、極端であること、ポイントを絞り込むことだと思います。なるほど、はい、要するにマスに行かないで、そうです、要するに1個の焦点を絞って、そのある程度の、マーケットを狙っていくと、うん、そうです、いわゆる幕の内弁当のように、何でもありばな、もうダメだと思います。なるほど、ですからその、まあ、先ほど言ったように、モテるためにということでもいいし、うん、仕事でもいいし、とにかく振り切ったところに焦点を当てるってことですかね、はい、振り切るというね、うん、その極端であることを目指されているゲーテの最新号についてちょっと教えていただきたいと思うんですけど、はい、最新号というか次の号でもいいですか、はい、今一番新しい号、はい、ちょっと想定だけ持ってきてます。まだ作できてないんですよね、今印刷してるところなんですけど、はい、はい、ゲーテでレストランの特集をしていると毎年1回必ずやってるんですけど、おかげさまで大好評で、ミシュラン批判なんかもやって、逆にニューヨークタイムズから取材に来たりしたんですけど今回満を持してやるのがレストラン大賞で、秋元康さんと小山薫堂さんと、うん、それからうちの社長の健丈の、うん、はい、このいわゆるこうグルメと言われるこの3人の生涯のレストランを教えてくださいと、うん、もう一生涯通い続ける高級レストランから、もう本当に安い大衆的なレストラン酒場までを教えてもらってるんですね、はい、これはなぜそこに行ったのか、この作家の方に先輩に連れてきてもらって、そこで泣きながらご飯を食べましたとか、いいエピソード満載のレストランガイドなので、うん、これ2月24日発売ですけれども、あ、ごめんなさい、1月24日発売ですけれども、ぜひ楽しみにしていただきたいんです。なるほど、はい、もしかして将来ミシュランとかですね、そういうところから変わるものとして、はい、ゲーテっていう雑誌が世界中に行きたいな、レストランで、ね、そんな存在になるかもしれません、はい、今日はですね、幻冬舎ゲーテの編集長舘野晴彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京 FM タイムライン、今夜は縮小する雑誌市場、浮上する鍵を握る男性向けファッション誌の現状をフォローしました。さて、まさに今ですね、これ発表されているという状況だと思います、はい、第148回芥川賞、直木賞なんですが、まず芥川賞なんですけれども、75歳の、黒田夏子さんの AB 産後に決まりました、黒田さん75歳ということで、この芥川賞史上最年長での受賞と、最年長ですね、ということになりますね、75歳の、黒田夏子さんの AB 産後が芥川賞に決まりました。芥川賞についてはそうですね、この黒田さんともう一人注目されていたのが20歳のこれ高尾さん、上がっておりましてね、この75歳と20歳の戦いということで非常にこう注目されておりました。ちなみに芥川賞の選考委員のうちの一人はタイムライン月曜日担当されている島田雅彦さんがね、はい、担当されております。まあ、島田さんの選考も入ってると当たり前ですけどね。そうですね、いうわけですが、はい、芥川賞はあれですよね、新人だからチャンスはずっと少ないわけですもんね。そうですね、75歳っていう75歳の新人の登場だと、はい、いうことなわけですが、上杉さんはちなみにこの芥川賞、まあ、今回この黒田さんの作品決まりましたけれども、候補作見ていて何かこう注目されていたものというのはありましたでしょうか。ですね、正直言って、見てなかったんですね、はい、今初めてその、黒田さんのこれ早稲田文学に発表しているものをざっと目を通して読んでいる最中なんですが、まあ、すごい独特の文体で、非常に、まあ、ユニークという言葉では片付けられない
文章ですよね、はい、この文体というか、うん、まあ、その独自の文体を持つということがそれこそまあ文学なんでしょうが、そういう意味では芥川賞自身も、芥川賞自体もいろんな形で変異してたのかなという気もしますね、はい。今夜の書香空間ではですね、特別にその芥川賞と直木賞の最新状況をですねお伝えしたいと思います。第148回芥川賞直木賞の選考結果発表、そして記者会見の模様ですね、会場となっている丸の内東京会館からニコニコ生放送で中継しているということで、この中継全体の統括をされている株式会社ドワンゴコンテンツ高橋薫さんに電話がつながっています。高橋さん、こんばんは。こんばんは。上杉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在会場の状況、まあ、どちらの会場か、あ、東京会館なんですね。はい、東京会館ですね。雰囲気はどんな感じになってますか。はい、先ほど結構今回ですね、直木賞の選考が、まあ、長引いていたんですけど、ちょうど、先ほど浅井亮さんの受賞が発表されて、はい、はい、動きが活発になってきているところですね。で、この後今、記者会見の準備が始まるという感じです。あの浅井亮さんは、何者ですか。そうですね、何者ですね、はい、で受賞ということなんですが、はい、この青木さん、芥川賞、直木賞それぞれ、まあ、受賞した作品のこのポイント、注目する部分というのはどのような感じになってるんでしょうか。はい、今回ですね、まあ、結構すで、に話題にはなっていたんですけれども、はい、芥川賞 の黒田夏子さんは最年長ということで、注目をされてました。どうしても作品の内容よりもその年齢の方で注目をされちゃってはいたんですけれども、で直木賞も実は浅井亮さん、平成生まれということで、はい、そちらが注目されていました。まあ、くしくもその一番注目が集まっている、2人が受賞するという形になりましたね。なるほど。芥川賞は、まあ、基本的なことですけど、新人ですよね。そうですね、直木賞は逆にある程度の作品を出している方と、はい、いうことで、平成生まれというのは今回は初になるわけですか。そうですね、はい、初になりますね、はい。なるほど。でこれ芥川賞、直木賞、まあ、昔はこの芥川賞、直木賞を取るとですね、その後、作家人生も、順風満帆安泰だと言われている時代、まあ、昭和の一桁でしょうけどありましたが、はい、今現在はこの受賞するとどういうような、影響があるんでしょうか。はい、もちろんですね、まあ、芥川賞の方は純文学の、まあ、登竜門、というようなことを言われていまして、まあ、これを取ることによって、その後ですね、まあ、純文学の世界での、まあ、地位ですねが、かなり上がるというふうに言われています。まあ、直木賞はですね、どちらかというとその売り上げに結構直結する賞でして、はい、まあ、これは芥川賞は文芸誌に載った作品が、候補になるのとは対照的に直木賞はですね、発売されている、まあ、書籍が対象になることが多いので、まあ、決まった瞬間に売り上げにつながるという、ことが多いですね、はい。なるほど。高橋さん、すいません、生放送中に、中継中に、はい、ま、続きはぜひとも皆さん、リスナーの方も、ニコニコで見ていただければと思いますが、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。芥川賞、直木賞の記者会見を中継しているニコニコ生放送、高橋薫さんにお話を伺いました。今の中継レポートにもありましたけれども、芥川賞は黒田夏子さんの AB 産後、そして直木賞は浅井亮さんの何者ということになりました。はい、なんか芥川賞もね、昔は料亭で、まあ、今もそうですけど先行して、その後、まあ、どういうふうな発表をするかっていうのが、ドキドキしてる待つのがあるんですけど、今はですね、こうやってニコニコで生放送中継をしてしまうという、まあ、時代も変わってるなというふうな気もします。書香空間、1月16日今夜は特別に第148回芥川賞、直木賞の最新状況をお伝えしました。そして今ですね、直木賞についてもう一つ情報入ってきまして、先ほど浅井亮さん何者が受賞したというふうにお伝えしましたけど、直木賞安倍龍太郎さんの東博も受賞したということで、今回直木賞ダブル受賞ということになるわけですね。これ発表がずれていくんですかね。そうですね、かなりだから白熱したということね、高橋さんもおっしゃっておりましたけどね。直木賞だとあれですよね、まあ、芥川賞もそうですけど、受賞者該当者なしとかいうのもありますから、そうですよね、まあ、そういう意味では2人取ったっていうのは、まあ、取った人にとっては良かったですね。そうですね、はい。さあ、一方でですね、このタイムラインですけれども、今日ファッションについてね、お伝えしてまいりましたけれども、はい、いかがでしたか今日は。ゲーテの立野さんもいらっしゃってですね、
舘野さんにファッションチェックしてもらおうと思ったんですけど、舘野さんさらっと着てましたね。そうですね。舘野さんシンプルな、ね、服装でしたけどもね。この今日の上杉さんのファッションというのは、あとフェイスブックかなんかでこれアップするようにね、してほしいというようなツイッターもありましたので、ぜひしたいと思いますので、デュエテのホームページに載っけてほしい。ちょっと贅沢なんじゃないですかね。東京 FM タイムライン、水曜日の今日は上杉隆と今井ひろみがお届けしました。